日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 皆さんお元気ですか？日高のり子です。ノンフェス、おかげさまで無事に公演終了いたしました。ティアラコートへご来場いただいた皆さん、そして配信でご覧いただいた皆さん、ありがとうございました。当日はね、なんかお天気悪いのかなっていう感じだったんですけど、前日は雨だったでしょ。で、当日も曇りでしたけれども、公演が始まる頃には青空が見えて、なんだかね、すごくこう40周年のお祝いをしてもらっているような、そんな気持ちにもなりました。いやー、でも楽しかったですね。本当にいろんなね、あのゲストの方たちとお歌歌ったり、こうおしゃべりしたりとか、なんかすごくあの楽しい温かいひとときを過ごせたなと思って、参加してくださったゲストの皆様には本当にあの感謝の気持ちしかありません。そしてあののびちゃんにもね、あの本当にのびちゃんがあの司会として頑張ってくれたからこそ、私はすごく自由にあの楽しんでみんなとのおしゃべりができたかなっていうふうに思っているので、ねえ、本当皆様ありがとうございました。感想などもですね、実は届いているので、もう私にとってはすごくあのこういう感想を読ませていただくのが一番ワクワクするんですけれども、ちょっと皆様にもご紹介いたしますね。こちらは神奈川県の竹とんぼさんから、ノンフェス会場で堪能しました。ほのかちゃん、きっこママ、まーちゃん、声優チームとのコラボの数々圧巻でした。どの組み合わせもアーティスト組に引けを取らない完成度でした。特にダンサー付きの御旗は感動しました。客席で久しぶりに踊りました、ということで、御旗のもとにはね、私ときっこちゃんはもとよりですね、まあ、ほのかちゃんはね、子供の頃から見ていたからっていうところで、まあ、振りもね、なんとなくうっすら入ってるかなと思ったんですけれどもね、まーちゃん、飯塚真由美ちゃんが本当にね、一から覚えてくれたっていうところにも感謝しかないっていう感じなんですけれども、原曲通りのというか、私たちのそのパリ花組の振り付けをそのままやるかどうかっていうことはちょっと私悩んでたんですけども、でもダンサーの皆さんと相談をした時にね、もうすっかり完コピできてますっていうお話だったんで、じゃあやろうということでね、じゃあ御旗の元になんだけど、ダンサーの皆さんが振りを完コピしてくださってるんでっていう話をちょっとした時に、あの飯塚真由美ちゃんが、いや、もう私は花から本番までには振り付け入れるつもりでいたからっていう風に言ってくれて、一番ね負担が多いであろうまーちゃんがそう言ってくれたことがすごくありがたくて、心強くて、そしてあの全員で元の通りの、パリ花組通りの振り付けでご披露できたっていうことは本当に嬉しかったです。そして千葉県のミックスジューチュさん、ノンフェス現地&配信で拝見しました。贅沢な2時間をありがとうございます。私が印象的だったのは日暮らしコーナーで生エウワ様降臨、朝香さん、あやねさんの迫力満点な歌声からの可愛いトトロへの展開です。トトロはないだろうと思っていたので嬉しかったです。日暮らしの新シリーズの放送が楽しみになりましたって、まあそう言ってもらえることが一番嬉しいです。まだ日暮らしは続いていくね、作品なので、セリフもですね、そんなにたくさん喋れなかったんですけれども、でもね、2人の歌の間にね、エウアのね、あの声ができたっていうのは、私にとってはこの私の笑い声の中で、あやねちゃんの歌のイントロが始まるっていうあの演出がですね、私の中ではすごくツボで、で皆様の心にも刺さったならすごく嬉しいですし、で朝香ちゃんとあやねちゃんのその本来の可愛らしさがね、なんかトトロで出せたかなと思って、私もすごくいいコラボだったなと思ってます。埼玉県のののぽんさん、リトルウィッチアカデミア、ノンフェススペシャルメドレー最高でした。主題歌全部のせにシャリオ&アシラ先生も登場で、すごい演出でした。ゆりかちゃん、大原ゆい子ちゃんのコンビネーションを我が子を見守るように見つめるのんこさんの眼差しが熱かったです。ティアラ高等魔法学院から帰宅後、リトルウィッチ DVD 見返していますって、そう言ってくれるのもまた嬉しくて、あのいらしてたお客様皆さんがね、リトルウィッチアカデミアというアニメーションをご覧になってたかというと、そうでもないと思うのね。でもこの素晴らしさをね、あのリトルウィッチアカデミアのその世界観を皆さんに知ってもらって、またアニメを見るきっかけになってくれたら嬉しいなと思いましたし、ゆいこちゃんとゆりかちゃんとは、まあ、番組の打ち入りですとか打ち上げですとか、まあ、上映イベントなんかもありましたけれども、やっぱりね、
アフレコで声優のみんなと一緒に共演する長さに比べると本当に瞬間瞬間でしかなかなかね、でセリフと一緒にこう歌が絡むっていうのは本当に今までなかったので、それができたっていうことが今回のノンフェスでねすごく嬉しいなっていう風に思ったところでもありましたし、ゆいこちゃんとゆりかちゃんもすごく喜んでくれたので、私にとってはね本当に思い出に残るコーナーになりました。じゃあ続いては京都府のケロリンさんから、ノンフェス配信で見ましたよ、お疲れ様です、めちゃくちゃ楽しめました、見終わった時に幸せな気持ちでいっぱいになれましたよ、夫婦でテレビにかじりついて見ていたんですけど、アンジェラのお二人のパワフルなパフォーマンスがかっこよくて見入ってしまいました。機会があればのんこさんの単独ライブをぜひ関西でもやっていただけると嬉しいのでお願いしますって、ありがとうございます。アンジェラはねもうパフォーマンスはかっこいいしね、そして面白いしね、もう本当にね大好きなお二人です。大阪府のちゃちゃちゃのちゃ太郎さん、ノンフェスすごいです、素晴らしい、いろんなゲストの方がいらして本当にフェスティバルでしたね、贅沢すぎます、日高さんのためにみんなが一体になって作り上げたお祭りですよね。高橋洋子さんは圧巻ですね、素敵な歌で残酷な天使のテーゼは心の中で歌っちゃいました、ゲストの方に負けないのんこさんのところどころのセリフもカレーの福神漬けのようにアクセントが効いてもそれがなくては寂しくなりそうです、いや絶対絶対すぎ早くやってほしいですって、ありがとうございます。洋子さんの歌はやっぱり素晴らしかったね、本当に私の友達も見に来てくれていて、やっぱりエヴァンゲリオンが大好きで魂のルフランを歌ってくれた時に、いや魂のルフランを歌ってくれたからもう残酷な天使はないだろうと思ったら歌ってくれたと言ってて号泣だったらしいです。本当ねえ、陽子さんなんかそのなんだろうな鉄板ソングをねたくさん歌ってくれて本当私も嬉しかったです。広島県のしおじくん、ノンフェスで三十数年ぶりの生のお子さんに会えました、あれだけのメンバーが一堂に会してお祝いしてくれるのもひとえにのお子さんの人柄のなせる技ですね、初めての方がほとんどでしたが出演者の皆さんのことが大好きになりました、選曲も構成も演出も素晴らしくてのんこさんの偉大さを再確認しました、いや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 、本当に素敵なステージをありがとうございました、そして忘れてはならないのがバンドの皆さんの音の再現度の高さです、こだわりが半端ないですね、今後も40周年記念イベントがまだありそうでワクワクしていますって、本当にねバンドのメンバーの方たちもドラムスの海老原さんとそれからベースの徳永さんとはね今回初共演という形だったんですけれども、皆さん本当にこの世界観を楽しんでくださって一生懸命かっこよく演奏してくださってね、もう何でしょうね、のびちゃんと私 のアニスクの曲初披露、そして初めての生バンドでの歌だったんですけども、生バンドで歌うってこんなに気持ちがいいんだっていうのがすっごく本番前緊張していたのびちゃんの一番の感想だったみたいなので、まあそんなところも皆さんに伝わったかななんていうふうに思っています。はい、まだ40周年はまだまだ続きますのでね、楽しみにしていてください。東京都ヒーローの短パンさんから、最後のタッチイントロがめちゃかっこいい、会場の幕が開いて始まり閉まって終わりっていう演出が斬新でした、あれが昭和感なのかってそうだと思う、あれがね昭和なんだと思います。タッチのイントロはですね、今回のそのノンフェスのスペシャルアレンジ版ということでイントロがすごく長かったんですけども、あれもかっこよかったですよね。聞きたいって方はぜひ配信の方まだ見られますのでね、お楽しみになさってください。埼玉県ののんこのパパさん、ノンフェス開催ありがとうございました、すべてが素晴らしかったのですが一番の印象はのびちゃんデビューソングでアンジェラのあつこさんとカツさんがコスプレ後にあのロックギャップがすごいです、アンジェラが大好きになりました、フェスはあっという間に時間が過ぎますね、しばらく配信を見ますが清水さん次をよろしくお願いしますということで、アニスクのその歌ですよね、君と僕とイヤホンと、この時にアンジェラの勝さんと敦子さんがですね高校生のいでたちで登場してくれたんですけれども、個人的にですね衣装を借りてねセーラー服と学生服を、ね、用意してくれたっていうところも泣けるんですけれども、そのパフォーマンスの一つ一つが無駄がなくてきっちりどんだけ練習したんだっていうぐらい決まっていて、私本当に
当に感動しちゃったんですけれども、その後ですよね、ちょっとコントコーナーからアンジェラのミュージシャンとしてのアンジェラ、アーティストとしてのアンジェラに戻るまでの期間が10分だったんですけども、その間に着替えていただいてね、かっこいいギタリスト、かっこいいボーカリストになるっていう、そのギャップがね、アンジェラのそのライブに行くとね、全部詰め込まれて一度に楽しめるので、私がそれがアンジェラのライブのすごい魅力だなと思っていたので、よく見ているものとしてですね、今回ねそれぜひやってほしいっていうふうにお願いをしたっていうわけなんですけどね、のんこさん冴えてたでしょ日高さんのおうちでラジオ @YouTube。 ノンフェスはですね、お見逃しになった方もいらっしゃるかもしれませんが、ただいまストリーミングプラスにてアーカイブ配信中です。配信チケットは税込み4000円ということで、配信チケットの発売期間は6月26日土曜日の23時59分まで、まだありますよね、お時間が。そしてアーカイブ配信は6月27日日曜日の23時59分までとなっておりますので、ぜひ皆さんね楽しんでください。でこのノンフェスのそのチケット そのアクセスのところはですね、私の公式サイトのりこひだか .com のニュースのコーナーのアーカイブ配信っていうところをタップしていただきますとそのページに飛べますし、あと私のツイッターの、プロフィールページのところにですね、小袋もしてありまして、そこに、配信サイトの方のチケットが購入できる URL も貼り付けてありますので、そちらの方でもご確認いただければというふうに思います。もう本当にね、自分で言うのもなんですけれども、ゲストの方たちが本当に素晴らしくて、本当にいいコンサートになったので、ぜひぜひ多くの方に見ていただきたいと思います。ぜひ6月27日日曜日の23時59分まで見られますので、ぜひ皆様何度でもご覧になってください。日高さんのおうちでラジオ、日高でラジオ、おうちでラジオ。さあ続いてのメールいきましょう。東京都の黄昏さん、ノンフェスお疲れ様でした。そしてとても豪華なステージをありがとうございました。2ステージとも会場で盛り上がって興奮冷めやらぬ感じで帰宅しました。ストリーミング配信でも見させていただきます。感動的なあのシーンがまた見られるという嬉しい気持ちでいっぱいです。ところでセカンドステージの最後に皆さんで着られていたあの黒い T シャツはこれから販売予定はありますか？とても可愛らしいデザインだったのであると嬉しいです、ということでありがとうございます。出演者の皆様からも大変ご好評いただいた手触りがいいというですね、肌触りがいいというノンフェス T シャツ、こちらの方なんですけれども、ノンフェスザコンサートノンコ 40th Anniversary トリビュートフェスティバルのロゴをあしらったオーガニックコットン T シャツになってるんですね。はい、ただいまネットの方で限定発売中でございます。素材はオーガニックコットン 100%、 サイズはですね S サイズから XL サイズまでの4サイズ展開となっております。でカラーも4色ございます。税込み4000円です。在庫切れのサイズ、そしてカラーもありますので、お求めはお早めにお願いいたします。詳細はただいまご覧いただいている URL でご確認ください。ぜひお揃いできましょうね。そして会場先行販売しましたのりこひだかオールタイムベスト40ドラマティックソングスのグッズ3点、足立みつる先生に描いていただいたイラストが入っているグッズです。マグカップ、マウスパッド、エコバッグと3種類あったわけなんですけれども、あとそれからベスト版の CD ですね、のりこひだかオールタイムベスト40ドラマティックソングスはポニーキャニオンの通販サイトでご購入が可能でございます。まあ、あの会場の方で先行販売ということで、皆さんから通販はしないですかっていうようなお問い合わせもいただいていたんですけれども、ポニーキャニオンの通販サイトの方でご購入できますので、ぜひ皆様ね一度そのページに行ってそれぞれのグッズをねぜひ見てみてください。とっても可愛らしい仕上がりになっております。ぜひおそばに置いてください。よろしくお願いします。それからただいま公式サイトではノンフェスご来場&ご視聴アンケート受付中です。次回公演の参考にさせていただきますので、ぜひご協力ください。これからアーカイブ配信をご覧になる方ね、6月27日の最後までご覧になっていただいて、それからでも構いませんので、皆さんの、ノンフェスへの感想、どんなところが良かったとかね、今度はこんなものが見たいなとか、そういう皆さんのご意見も、次回への参考にさせていただきたいと思いますので、ぜひたくさんのアンケートお待ちしております。
さあ、この後は日高のり子オフィシャルメンバーズスマイリングの皆様だけにお送りする特別編、日高さんのおうちでラジオアットスマイリングです。こちらではノンフェス裏話バックステージ編と題しまして、メンバー限定で会場に届いたお花のことを、当日は撮影禁止となっていた画像とともに紹介しますので、お楽しみになさってください。日高さんのおうちでラジオアットスマイリングを聞くには、オフィシャルメンバーズスマイリングへの会員登録が必要となります。この機会にご登録をお願いいたします。ではそろそろお別れのお時間です。今回もお聞きいただきありがとうございました。次回の更新は7月8日の予定です。お相手は日高のり子でした。日高さんのおうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ、おうちでラジオ。